富士製紙株式会社は、かつて存在した、日本の製紙会社。1887年設立、1933年に、初代王子製紙に合併されて消滅した。王子製紙と、国内市場の首位を競い合う、大手の製紙会社であった。入山瀬工場王子製紙の設立から14年、遅れた1887年、富士製紙は設立された。 2年後の1889年に最初の工場が静岡県富士郡に完成し、創業を開始する。アリウー産法と細木法を使用した木材パルプと安価な水車動力を活用してコストを引き下げ、発足当初から先行する王子製紙に販売合戦を仕掛けたという。1897年、同じ富士郡内に第二工場と第三工場を建設する。 拡張の結果翌1898年には、王子製紙がストライキで生産を減らしていたこともあって、洋紙生産量が王子製紙を上回り、日本最大の製紙会社となった。1900年代に入ると、王子製紙と同様に北海道に進出する。まず1906年、釧路の北海資料を買収し、第4工場とした。続いて1908年には、 製紙工場として、江別に第5工場を建設、空地群にパルプ工場の第6工場を追加した。一方、同じ時期に大阪の日本製紙を合併し、第7工場とし、富士群で第8工場を新設している。しかしこれらの急拡大の結果、資金繰りが悪化してしまう。事業拡大のペースが落ちたため、1912年に国内首位の座を 王子製紙に譲った。再び拡大路線に転換するのは、第一次世界大戦の影響による公共が景気で、1915年以降、製紙会社の買収、合併や新工場建設が相次いでいる。1922年には、カラフトの日本科学資料を合併し、カラフトにも進出した。この間の九百十九年、カラフト工業をはじめとする、 生死会社軍を率いていた大川平三郎が富士生死の社長に就任する。大川は株式の買い付けも進めており、この頃すでに大株主となっていた。生死各社の大まかな合併図大川の他の大株主には公衆財閥の穴水洋七がいた。穴水は1929年に死去するが、王子生死が遺族から富士生死の株式を買収し、 株式の13%を保有する筆頭株主となった。大川は社長に留任したものの、これにより経営は王子製氏が握った。この時期、昭和恐慌期にあって市況が悪化していたことに加え、大川のカラフト工業の経営が悪化しており、藤製氏との友倒れが懸念されたことから、王子士製藤カラフト工業の三社の合同が検討されるようになる。 そして1933年5月に3社の合併が実行に移され、富士製紙とカラフト工業の2社は、王子製紙に事実上吸収合併されて消滅した。この大型合併によって、王子製紙と称される、国内市場の8割を握る巨大製紙会社が発足した。川瀬修司から1887年就任、1891年退任。 村田一郎から1891年就任、1908年退任、小野金読から1908年就任、1911年退任、原六郎から1911年就任、1918年退任、久保田四郎から1918年就任、1919年退任、大川平三郎から1919 19年、就任王子政治との合併5月の時点で、 夏季の十四工場を保有していた。王子製紙に継承された後も創業を続けたが、富士第一富士第二芝川、名古屋、京都、神崎、千住、江別の8工場は、太平洋戦争中の1943年の1945年に、旧市、カラフト所在の2工場は、廃線に伴うカラフト放棄で創出した。残った工場は、 戦後の王子製子解体で、本州製子と十条製子に継承され、このうち熊野を除く3工場は、王子マテリア、富士工場、同江戸川工場、日本製紙釧工場として2011年現在も創業している。また、戦中に休止された工場のうち富士第一、富士台二、芝川、神崎、江別の5工場は戦後を再開し、 現在ではそれぞれ OGFTX 第一製造所、同富士宮製造所、同芝川製造所、OG イメージングメディア、神崎工場、OGFTX へ別工場として創業している。富士製紙時代のうちに閉鎖された工場には以下の5工場がある。前身は1894年4月設立の真島製紙所で12月創業開始。 1898年6月大阪聖市に、改装、ついで1910年6月野田聖市所に改装。釧路市統合年表、改訂版、年表4、対象元年対象14年2011年7月23日、閲覧1886年10月設立。1888年6月、創業開始。1915年11月設立。 1917年4月、創業開始元は、京都府営の梅津パピールファブリック設立で1876年1月、創業開始。1880年8月払い下げられて、磯野製紙場に、解消。ついで1906年5月梅津製紙に解消。1913年設立、同年8月創業開始。中川製紙工場を継承して1920年5月。 発足、ありがとうございます。